行きますよ、じゃあ。はいはい。ん？プリンケーキ。あ、ちょっと待って。崩れちゃいました。こういう形でそっちから見ると、だいたいキャラメル全体にやってから生地やった方がこう型から外しやすいんで、一部だけやってその後で生地プリン生地とかやって作る時になっちゃうと型がちょっと取りづらくなっちゃうんで、だいたいコツがここ全部キャラメルやってから生地やるようにするのがポイントです。ちょっと崩れちゃいましたけどね。だいたいこんな感じです。プリンケーキでした。